闘が終わったみたいだよ。迎えに行こうか。はい、どうも次の住み方隊長、次の住み方でございます。ね、姫路の方でですね、なんだあれ、近似局の調べありまして、はい、行ってまいりました。はい、ありがとうございます。はい、行けましたよ。聞いてきました。東京フィルの素晴らしい演奏で近似曲を聴けるというね、機会に恵まれて姫路へ行ってまいったんでございます。はい、姫路城の近くへ行きましたんでね、せっかくだったんで姫路城へ行ってまいりました。お城エキスポですか、姫路城の、世界遺産の30周年記念の催し物の中の一環で、近似局の調べもされてたんですけども、まあ、そういったのもあったんで姫路城行きましてね、はい、大金平の里帰りを、はい、お散歩モードでやってきた次第でございます。はい、姫路城なんですけどね、なかなか手強い城でしたね。過去我々夫婦、いろいろな城を攻め落としてきたんですが、過去、はい、今までで最大の敵でしたね。いつも忘れてるんです。お城行くとね、いつも忘れてるんですよ。山登りなんだってことを忘れてるんです。お城行くときにね、観光気分で行くでしょ。あれ違うんですよ。お城行くときはね、山登りのつもりで行ってください皆さん。ちょっとまあいろいろご意見あると思うんですけど、大阪城なんかはもう完全に、バリアフリーに近いのかな。うん、もう最上階の天守閣以外はもう実はあれね、木造じゃなくてね、ほぼほぼ博物館みたいな感じになっちゃってまして、あれはあれで、まあ、観光客の方を中へ入れるっていうのに関してはありだとは思うんですけどね、ちょっと趣がね、それに対して姫路城はもうお城って言ったら あっちじゃないかなと思うんですけどね、私は。はい、姫路城、エアコンもなく扇風機もなく、入り口のところに、水分を必ず持って行ってくださいと毎年誰か倒れてるんだろうなみたいな、そんな雰囲気のある、はい、険しいところでした。で、昔のままな部分なんですが、まあ、もちろんその残してるんでしょうね。やっぱり階段が急、はい、なんで、その上に行くほど狭くなるじゃないですか、お城ってね。そうだから下の方で、あ、空いてるなって思っても、天守閣のところもう芋を洗うような人手になってて、でね、外国人の方とかね、体の大きい方はね、あの階段降りれないんですよ。しゃがむように降りていくんで、本当に腰をかがめて、本当しゃがむような、野球のキャッチャーみたいな姿勢にならないと降りれないんですよね、階段がね。だから詰まっちゃってね。いやー、ちょっとなかなかの攻め応えのある城でしたよ。はい、まあそんなんで、近似曲の調べをその後見に行ってきたんですが、聞きに行ってきたんですが、ね、もうこれで分かりますよね。行ったことのある人は分かりますよね。うちの奥さんの推しの三つ忠が今近似になってるんですけど、はい、
感動して帰ってきてね。お、あーごめんごめんごめん、待たしすぎたな。はい、帰ってきて、あのあまりに感動してね、三ツ忠の禁止曲を聞いてたんです。はい、これ言った人なら分かるんだろうな、言った人なら分かるだろう、めっちゃかっこええねんめっちゃかっこええねんって、ものすごいかっこよかったよって。え、禁止曲がかの調べがかっこいいってどういうことっていう人はね、ぜひ一度機会があったら言ってもらいたい。めっちゃかっこいいから。はい、まあ、ゆっくりその話もしたいんですが、まあ、まあその話する実況プレイ動画ですけどね、私のチャンネルはそういう話をする実況プレイ動画ですが、はい、来ました。玉78,328、はい、あと1700ぐらい、1600ぐらいです。3周もすればいけるんじゃないでしょうか。難易度、あ、ん、なんじゃないか。まあちょっと何ぐらいでね、玉欲しさに長男へ行ってたんですが、弾は集まったんですが、ボス戦までたどり着けないということもたびたび、いや難しいですね。まずは偵察。じゃ戦いますかね。禁止曲何曲ぐらい手に入れてるんだろう俺。禁止曲の調べを聞きに行きましてね、大金平と、三ツ忠と食大義三ツ忠とニャーさんの曲がかっこいいなと思って、帰ったら禁止曲手に入れようって思って、ゲームの中でね、あの禁止曲をこう取り替えたんですけど、思いのほか太鼓が私少なくて、はい、大金平と三ツ忠の禁止曲は手に入れたんですけど、ニャーさんが手に入れられなかったんですよ。1曲で太鼓5個くらい取るからね、持ってくからねあ、太鼓俺そんなに持ってなかったんだと思って。他の琴とかあれはほら、あの禁止曲を手に入れるのに楽器が必要じゃないですか、ゲームの中で。琴とか鈴はね結構、20個くらいあるのかな。太鼓だけ足らなかったんですよ。まずは偵察。じゃ、戦いますかね。いやでも改めてね、ニトロさんのなんだろう、ニトロプラスさんの懐の深さというか、あのちゃんとね、今回の禁止曲の調べはその姫路城の世界遺産登録30周年記念のお城エキスポっていう、まああのね、姫路でやってるイベントの一環の行事の一つだったわけですよ。でちゃんとそれに合わせてね、いつものゲームの画面で、
大金平、いちご、へしきりが出てきてね、ちゃんとまだからちゃんと声優さんも呼んできてっていうか、まあ映像提供してくれてるわけですよ。3人がこう説明とか姫路城の説明や、まあその楽曲の説明やしながらコンサートが進んでいくんですよね。あれだからその作ってくれてるんだもんね。まあその、まあ、仕事とはいえ、いやニトロさんありがとう。でもなんだろう、刀剣乱舞ってそういうイベントに行くのにちょっとその構えなくていいよね。うん、あのオーケストラのコンサートとかって言ったらちょっと構えちゃうじゃない、構えがちじゃない。まずは偵察。でもこう行ったら行ったでちゃんと大金平がいつも通りのテンションで説明してくれましたよ映像で分かっただろあれなんで大金平あんな面白いのかね、何にも一言も面白いことは言ってないんだけどさ、でかい声の真面目なやつってなんであんな面白いんだろうねでかい声でかい声で、でかい声で真面目なやつよ、でかい声で、自信満々な大真面目なやつってなんであんな面白いんだろうね お前そんだけ優秀なら謙虚さも学べよってどっかで思ってんだもんな どこかでそういう風に、いやだから、いや彼は優秀じゃない、明らかに優秀じゃないね、明らかに優秀な人間で自信満々でさ、なんだけどさ、そのなんだろう、そういう彼をどこか我々はバカにしてないかななんか知らないけど面白いんだよな、うん、大好きなんだけどね出陣。里帰りでお散歩機能であの姫路城にピンを押してきましたけど、このメンバーなら湘南へ行けます。あ、太鼓6個まで復活した、そうなんですよ。で太鼓をね、太鼓が足らないと、禁止曲をゲームの中で手に入れるのに太鼓は足らないと言うんで、結構出遅れてたでしょ私、目標の8万いくかなって言ってたんですけど、もう帰りの電車から必死こいて太鼓をほらランダムでも手に入るから、このイベントを周回してたら必死こいてねやってね、あと1500ですよ目標の8万まで。あ、でも太鼓6個あったらニャーさんの楽曲を手に入れれるな。うん、ただねここでご紹介できないんですよね、あの禁止曲、ゲーム内で使われてる通常の音楽に関しては大丈夫だと思うんですけどね、禁止曲一曲一曲はやっぱり作った方がいらっしゃるので、まあここに流れてるこの曲も作った方いらっしゃるんでしょうけども、はい、まあいろいろなその辺はね、その辺はそういういろいろな大人の事情があるじゃないですか。はい、禁止曲はここではかけれない。主のためにそこでね。主の望む結果を出したまで。
役がいやもう今回はねちょっと長くなりすぎるようだったらはいカットも辞しませんよ。カットも辞さずに、とりあえず目標まで行きましょう。もうちょっとだから。多分でも長男でこのメンバーなら長男いけるんですよ多分このレベルならね。はい全部40以上あるし50超えてる子もいるから長男だったら1周で500以上はまあ玉が手に入ると思うので。ああでも役次第ですね。役次第です。はい役次第。こちらに流れを変えたいところだ。山んば切り国人参る。ダメ刀なんかじゃない。その目気に入らないな。主の望む結果を出したまで。ああもったいないな。まあ行った先にね、まあ今回は日帰りだったんですけど、まあ旅先に行った先にお城があったらいつの間にか足が向くようになってしまいましてね。まあこのゲームをやってるせいなんですけどね。うおーこういうのある。今の出方は厳しいな。鹿とイノシシ一緒に出てこられるの辛いな。あそうかでも光ってたら苦内が出てくるから、違うタチか、タチ苦内で経験値もらえて、数敵の数的には少ないからそれもありやな。おっしゃね、物吉くんの逃走が、いやーここはいややっとこう。役を集めてなんぼですよ。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。やっぱり長男だとね食らいますね。参る。うん、役揃ってくれ。分かっただろ。揃わない。役が揃わない。これで闘争が回復するかな。嫌な空気だ。赤タン。よしよし、闘争が回復した。役が思ったより揃わない。役が思ったより揃わないよ。切ればいいんだろ。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。ヤマンバギリ国人参る。主のためにそこだね。ミカは海岸それはあった隙だらけだぞ。どうすればこれを喜ばしく思えるのか。1、2、3、あ、4つか。あ、どんくらいですか。どれくらいですか。よしよしよし、はい、あと600 650、あと650。もうだからいつぐらいからかな、行く先々旅行へ行ったらまあお城へ行くんですよね。でお城へ行って、今思えばね、うちの奥さんがトラブルをやってたからなんですけど、お城へ行きたがるわけですよ。でもお城ってほらやっぱ観光地だから、ああまあやっぱ観光に行ったら観光地行きたいもんねっていう感じで僕はついてたんですけど、そしたらさ、あれだったんですよ、どこだったっけ、どっか行った時にね郷さんの写しがあったので、
写真撮ってたんだけど、ただその時に私はねトーラブやってないからさ、その時はさだ、あの記憶まるっきりごっそり抜けてんだよ、写真撮ってんのに。日本語の写しを写真撮ってんだよ俺、 PC の中にあったんだけど、 iCloud の中にあったんだけど、で記憶ごっそり抜け落ちててさそれで今年の正月だよ、郷さんの新年の挨拶を見たらすごい絵が綺麗だったからさ、いやー本物いつか見てみたいね、福岡にあるのかとか言ってたんだよね。でどっか福岡じゃないんだけど、どっかの行った時に日本語の写し見てて写真撮っててさ、俺実物写しては見てんだよね、見ててさ、でその写真もやっぱ絵がすごい綺麗なの、全然覚えてなくてさ、もったいないことしたーって思って、見てんじゃん俺って思ってこのゲーム始める前だったから。そうだ、結構観光地でね、だからお城の名前とか出てこないですもん、いろいろ言ってるけど。そうか、それで、ね、今回そのね、あのお散歩機能で、大金平の里帰りをこう実現したわけなんですけども、あ前にも一回やっててね、京都の天満宮行った時に髭切りもね、はい、お散歩機能でピッと押してたんですよ、里帰りって思ってまあどこが里かは分かんないですけど、ね、厳密には陶工のいたところへ行ったら里帰りになるのかな、厳密には。そうだね、お城とか天満宮はその持ち主がいたとこだもんな、厳密には。でももう陶工集団がどこにいたかとか大体のとこしか分かんないよね。これで陶工、昔ここに陶工集団がいましたみたいなさ、あのところへ行くようになったら、いよいよ俺はもうおしまいだぞ その辺を調べていくようになったら、兵庫とか何回も行かなきゃいけなくなるね やられてるやないか。やられたら騎乗しよう。大丈夫大丈夫、いいんだよ、何時間使ったっていいじゃん。そうな、別に190 あと450 いいんだよ。目安で大体30分ぐらいだけど、マックスがね、はい、あニコニコにも上げてるんでね、はい、3ギガぐらいなんですよ。だいたい目安として30分以内1本の動画ぐらいで作ってるんですけど、別にいいんですよ。60分になったら2本にしたらいいんですよ。そうでしょ、何がいけないんですか、何がいけないんですか。そういうスタンスで私は作ってますよ、はい、そういうスタンスでいいでしょう、私の自由でしょう。そうそうですよ、私の自由ですよ、自由でしょう。すいません、本当すいませんね、なんかこんな私のようなね、粗こつ者にお付き合いさせてしまってね、本当に小先輩方、サニワ仲間の皆さんには申し訳ないと思っております。はい、さあなんというかな、うん、あの見やすいもの、面白いものを作らなきゃいけないとは思ってはいるんですよ、思ってるんですけどそうですよね、皆さんからしたら迷惑な話ですよね、トーラブが好きでこんなね磯路のおっさんの雑談に付き合わされるっていうね
こんな拷問のような こんな拷問のような動画他にあるかっていう感じですけど、はい、それをお付き合いしていただいて、いやただねこれね、じゃあその私が気使った動画作り始めたらね、皆さん楽しいですか？そんなね、見やす、本当に見やすい15分ぐらいのあの一個一個の話のコンテンツをさ、こう15分程度で掘り下げて一回見たら、ああこういうお話もあるのか、あそういう逸話もあったんだっていうね、そういうお手軽な便利なあの役に立ちそうな情報っていうので世の中こう今満ち溢れてません？どっちや俺それをそうしたいんかそうしたくないんかうん、でもちょっとねじっくり腰を据えてお茶でも飲みながら、どうせあれでしょ、皆さんあのトラブしながら見てるでしょ。そう、いやこれ私はもう終始一貫してこう皆さんが周回するのがきついであろうからきついであろうからBGM 通り BGM みたいにこうね、あのほら子供の頃親戚が集まって遠くで隣の部屋かなんかでおじさんたちが喋ってるのを聞いてたら異様に心が休まってぐっすり眠れるとかっていう経験ないですか？ないですね。なんか知らないけどその親父やおじさんや親戚のおばさんが喋ってる声を聞いてたら落ち着くってのはないですか？ね、ないっすか？ないっすね。いやあの集会とかってきついじゃない？だからなんか遠くでこう BGM というか、ラジオをかけながら、まあそれがね、やってるゲームとの実況プレイ動画の映像だっていう、そういうのを意識してやっております。はい、決して私の動画を見たから何か人生において役に立つようなことというのは、まあ、全くないと言って過言ではございません。はい、全くないことはねえと思うよ。ないな。大丈夫だな。そうなんですよ。だから長男は回れるんだけど、はい、長男は回れるんですけども、ちょっと時折重症者が出てしまう状況ですね、今のレベルでと。はい、これでね悔しいのがね、いけるんですよ。あの一番強いメンバーを連れてきたら長男まあ余裕なんです。はい、60代他にもいますから、山間切国広以外にも極みのレベル60代、いますから。あ、じゃあ、ヤゲンだけか。ヤゲンだけです。はい。極みの60代は、ヤマンバギリとヤゲンだけです。はい。その後が58の岩同士かな。でも、その辺のメンツで来れば、はい、今、この40のところの2人を削ってね、来れば、実はそれだけで全然、長男回れるんですけど、回れるんですけどね。でもまあこのレベルでもほら山ンバ切りのバキさんの闘争剥がれるし、やっぱり長男はそこそこレベルがいりますな。でものすごく悔しいのがね、多分ねレベル50代の担当がいたら長男余裕なんですよね。あの闘争に重兵積んどいたりしたら、じゃあそれ分かっちゃいるんですけど、分かってるんですよ。で50代6振りはないかな担当、うん、でも40代後半の子を連れてきたらまあ回れますよね。比較的楽に回れますよね。でそれが一番回りやすいのは分かってるんですけど、はい、分かってるんですけど
な、ちょっとこう重いというかでかいので、ああレベル 最上位のうちの本丸レベル最高位の山間切りが血で汚れるぐらいがちょうどいいになっちゃった。どうすればやれちゃうんすよ口刀は。なぜか極めで64あってもやられるんすよ。悔しいな。担当なんであんな強いんだろうな。いける。まあ刀剣破壊なくて、あとあ弾があと100個、最大まで来るとこうなるんかな。あ、これは帰った方が良かったかもな。最後の戦いは新しい札出ないですもんね。取り、今まで取り損なった札を手に入れるだけだから。これもう一周になると本当に2回分だ。だったらもうちょっと姫路の話をじっくりすればよかったな。だったらもうちょっとじっくり姫路の話してもよかったな。そうだよね、取りこぼしてなかったもんね、この集会は。役札、そうだよね、カスラカスだよね。あ、いった、終わった。はい、ありがとうございます。今回も目標クリアです。はい、ゴーの吉野が咲く名物稲葉堂、かつての王子は天下を逃した。そしてまるの天下は、ああ、稲葉、幸運の力でみんなを守りますとりあえずいいわ、もう。お、そしてすごいタイミングじゃないか。おかえり。待たせたな。こうなると本物より強いんじゃねえか。本物ってなんだよ。お前が本物だろ。ソハヤの手紙はものすごい良かったですね。ソハヤの手紙良かったですよ。はい。まあ、あの家康に、ご想像通り家康に会いに行くんですけど、うん、いいお話でしたね。ええ、いや私ほら、あの田村麻呂が好きでね、うん、坂の上の宝剣、つまりその、ソハヤの剣自体は写しなんで、その元になった刀がね、にちょっとなんというか愛着というか、はい、憧れというか、はい、あったんですけども、今やもう、坂の上の宝剣といえばソハヤの剣ですな、私の中でも。はい、てな感じで、よしよ、はい、ありがとうございます。お見事クリアをしました。クリアというか本当はね15万までかあるんだよね、玉自体は。もう皆さん、はい、もう私のようなヘナチョコ
ヘッポコサニワでは今回のイベント8万まではが限界でしたが、皆さんもやられてらっしゃるでしょうね、きっとね。ただまだもう1日ありますんで、あとは私ちょっと経験値を稼がせながら、はい、過ごそうかなと思います。はい、なんとか1本目の稲葉までは行けました。今回も応援ありがとうございました。応援してくれてるよね。応援してくれてるよね。してくれてるんだよね、みんなね、応援は。応援されるような動画ではないね。そんなみんなで頑張れっていうような動画ではないっていうのは重々承知なんですけどね。なんとか、いやでも本当皆さんのおかげです。はい、動画作ってるのがモチベーションで、はい、頑張れる部分はありますんで、ありがとうございます。はい、てな感じで、今回の秘宝の里もなんとか目標クリアということで、今回はここで締めさせていただこうかと思います。はい、またお時間ありましたら遊びに来てください。失礼いたします。タラララータラララータラララー